ジャズドラマーの黒田ですえ今日は前回作ったビデオでクリフォード・ブラウンの本で書いてあったっていう話をしたら質問がありましてどういう本なんですか、えー、そういう本を読むならどういうの読めばいいですかって質問がありましたのでお答えしていきたいと思いますまずはそのクリフォード・ブラウンのやつはこれですね「天才トランペッタの障害」という話ですねえ彼が まあどういう経緯でジャズトランペットに出会、トランペットに出会ってジャズを始めたかとか、まあ学校の数学の先生になりたかったんだけどそれを諦めてやっていくとか、途中でまあ顎のまあ交通事故して顎がダメになってみたいなしばらくピアニストで稼いでたりとか、そういったまあ苦悩がいろいろ書かれてますね。まあ一番面白いところはマックスローチというドラマーとまあ相当バンドを組んでいくんですが、その時はも一緒に住んでいて午前中は二人で まあ、代わりバンクピアノ弾いてお互いハーモニーとかの勉強しながら新たなこう,こういうことやりたいああいうことやりたいで昼からはトランペットとドラムに分かれて練習して夕方からはリハーサルをしてそういう,こうコンセプトでバンドで活動してで夜は、えー、ギグをやってその、まあ、ギグっていうのはライブですねその演奏をしてその演奏した次の日にまた、まあ、夜のうちに反省してで早く寝て早く起きてお酒もまあ多少飲んでたんですけど彼はもう全然薬をやらずにクリーンで。 でまあ、彼のことを悪く言うミュージシャンは周りにも全然いなかったっていうぐらいすごい人間的にも素晴らしい人だったらしくてでみんな人が集まってきて、まあ、ジャンキーだったミュージシャンをどん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 更生させていくんですけど若くして交通事故で亡くなって亡くなってしまいます。えーまあ、そんんんんななののが書かかれてるでですけどこううこういうういを読んで僕なんかはこう オルタネットテイクってねあの別テイクってジャズミュージシャンってこう一発で演奏していきながらアドリブでやっていくでしょでアドリブの出来がいいものを、まあ、いくつか撮った中で一番いいものを選んでアルバムに入れるんですけどアルバムには漏れちゃったけどなんかこれもいいよねっていうので後ろの方に入ってたりとかするそういうのを聞くとですね本当にあにコンセプトでもう演奏のアドリブなんだけどもう内容はほぼほぼ一緒なんですよこういうことやってこういうことやってこういうこと喋りたいっていうのがこう,こういうことアドリブをしたいっていうのがもう決まっていて。 でもその組み替えどこで何を喋ってるかっていうの順番が違ったりとかそのつないでるフレーズが違ったりとかしてまあこうやって考えて演奏してるんだなだからアドリブって言ってもまあ本当にただの思いつきではなく、まあ、彼らなんかはもう自分たちが世界をリードしてるっていうの分かってるんでだから作品として自分でこういうことを喋っていくよっていうことはもうほぼほぼ決めてあるわけですねそういうのも分かったりします非常に面白い本だと思いますただその、 じゃあクリフォード・ブラウン読みましたバラバラバラって、まあ、読んでいくよりは、まあ、ちょっとおすすめとして、まあ、僕もちょっと年表をまとめてみましたがこうジャズってねこれはあのちょっと先日亡くなられたサイモン・マサヒロさんっていう人と僕はもう10年以上ずっと同じ授業一緒に授業をやってたんですが、まあ、彼の年表でまとめた時にはなるほどなって感心したのが9、えー、のつく年にこうジャズはいろんなこう大きな変革をしていくんだよっていうそういう,こう年表ですこれは僕のホームページにちょっと載せときますねえっ、ー、と まあ29年世界恐慌があって、まあ、この時代がまあスイング時代ですね1938年がまあ白人がそのジャズをやってそのスイング黒人がやってたものを白人がやってカーネギーホルデベニーグッドマン楽団が演奏することによって、まあ、ジャズは世界的に爆発的に有名になっていくんですがスイングジャズからこうビバップっていうのができててこうクールジャズっていうのに向かっていくそのクールっていうのが誕生する1949年これはマイルス・デビスが出したアルバムですこれでクルールジャズっていうのが完成し九1959年には カインドオブブルーってアルバムが出て、これでモードジャズっていうスタイル。これもマイルスが出したで、69年にはビッチェーズブリュー。これでクロスオーバーかとかフュージョンって言われるチャンズができていきます。つまりこう、ジャズのこの歴史の中でマイルスっていうのはずーっと変革していく中心人物であったりするんですよ。だからマイルスのこの辞典を読んでから、そうするとクリフォード・ブラウンも出てくるし、クリフォード・ブラウンの式の中にもマイルスがね、あの、リハーサルしてる時にあ、現れて、 唇潰して死んでまいみたいなことを言うらしいですね。要は、それぐらい嫉妬した、うますぎて嫉妬したってことなんですけど、そういうことが書いてあったりしますね。で、まあ、マイルズがあそんな逃げ臭いんだなっていうのが分かったりして、なんか面白かったりします。まあ、あと、もう一つ流れでデューク・エリントンっていう人がいます。この人はもう本当にマイルズよりもずっとずっと先輩で。マイルズはエリントンバンドに誘われる、そういうのも出てきますけど、えー、結局彼はでも、もう、デューク・エリントンの音楽が素晴らしいけど、 彼の音楽をただ演奏するだけじゃなくて自分の演奏をやりたかったから断ったっていうことが書いてありますね。エリントンっていう人がジャズっていうものの要はまあスイングジャズっていうものの根幹を作っていって要はコットンクラブっていうところでこうジャングル時代っていうのをや、まあ、ポピュラー音楽、ね、やっていくそして組曲っていうのをやっていくっていう3つの時代に分かれるんですがそういうのもまあ勉強するといいかなと思うんですがまずはマイルズですね。マイルズはもう有名なマイルズの自伝があります。 これは最初から読むとねちょっとね最初の途,途中で諦めちゃう嫌いがあってなんでかってうとあんま有名じゃない人ばっかり出てくるあの地元の人ばっかりです4まで行くとニューヨークに出てくるんでここからも、まあ、チャーリー・パーカーとか、ままあえー、マックス・ロッチとかもう J.J. ジョンソンとかも有名な人がいっぱい文句とかいろんな人が出てきますねこの辺すっごい面白いしねこの辺ぐらいまでがねでここから後、まあとは要はあの引退して、まあ、しばらくずっと なんか何もせずにダラダラしてた時期とでまぁ、あ、復帰する時期のことが書いてあります、まあ、マイルズデビスですね。だここを押さえておくと他の読んでもすごくあこことつながるこことつながる。まあこれが一番あの有名な人との関係人間関係がすごくよくわかる本なんで一番いいんじゃないかな。あ第4章から読んでみてくださいで。 エリントントはですね、僕が持ってるやつはいくつか持ってたんですけど、まあ、これが今家にあったんで、柴田さんのやつですね。この人は、えーとこうまあ、要は組曲ばっかりをこう比較したりとかいろんなことをしてますが、まあ、この時代によっていろんなことが書かれてたりとか、まあ、こうこう曲をまとめてくれてたりとかこの時代は誰が演奏してるかとかっていうのが書かれた本ですね。ここういううう、いいエリントン、ト 一番軸となる人の読んでからこう細かいとこを読んでいくといいと思いますがこの細かいって言ってもすごい大きいんですけどね流れとしては。まあ、あとは「フットプリンツ」これはウェイン・ショーターっていうマイルズのバンドにいた、えー、サックスプレイヤーですがテナーサックスプレイヤーですが彼がこう、まあ、マイルズに結局「お前に音楽を託した」って言われてマイルズの「 あとと引き継いいだ言われていますがその人がこ,うこの人はアートブレイキジャズ・メッセンジャーにいてその前にはファーガソン・バンドにいてその引き抜きされていくところとかその時になんでそういう音楽を考えてやってるのか、えー、とアートブレイキバンドの時はもうとにかく頂点まで音楽を持ってってくれてそれでその後俺にくれれば、えーとま、アートブレイキがっていう話をしてるんですがマイル・ゼルスはそのマックスとかそんなんじゃなくて音は線だから線でも点線でもつながっていればいいから音をパスしてくれればいいみたいなことを 言っていますねそういうあそうやって考えてるんだみたいな考えると結構面白かったりしますね。でまああとは本当にその後はもは結局マイルズに関係する人っていうかまあチャーリー・パーカーなんかはこうマイルズの手前にビバップっていうのを作った人ですけどこれもう僕名古屋音楽大学に勤めてるんであのー、音大で借りてきましたけどこういうのちょっと読んでみようかあと。これは えー、ジョン・コルトレンマイズのバンドに行った人で、まあ、フリージャズオーネットがフリージャズを始めたところでフリージャズにどんどん走っていく市場の相手やつですねこれなんかはエルヴィン・ジョーンズというドラマーがどういうレガートを考えてやってるかってことを書いてあってちょっと楽しみ今から読むんですけどあとはそうですねビル・エバンズねこの人も「KindOfBlue、えー」カインドオブブルーでマイルズと一緒にそのモードジャズっていうのを発展させた人でそこから「 新たなるジャズのスタイルを確立した人なんでまあそういった人たちのこう、まあ、レコード聴きながら読んだらすごく面白いかなと思うんですけど。 最後に、えー、これはフィリップ・ストレンジ僕の大親友であります、えー、ピアニストですが、えー、彼は、えー、グレン・ミラーマンドのピアノで最初,最初来日してそれが日本が大好き日本に住んでずっと日本のね大阪のジャズシーン、まあ、東京ももちろん行ったり来てますし日本全国あちこちで演奏してますけど素晴らしいピアニストですね本当にあに、のー、すごいピアニストですが彼がすごいこの、えー、このチャーリー・パーカーの手前のアートテーマのタムからチャーリー・パーカーでマイルズそして ベ、まあ、ルエヴァンスとかオーネットとかジョン・コルタイの分けてでこれ中にね譜面が出てきて面白いんですけどこの譜面が出てきてねそのここがこういうふうに何度動いててだからこことここは本当に数学的にも成立してるしアドリブっていうけどすごいそういうこうなんていうの音楽的なものがすごいんだよっていうことをすごい証明してるってちょっとこう譜面とかわからんのちょっと難しいですけどあの ジジャャズミュージシャンが読んでも唸るぐらいのののレベルの音楽の本だと思います、まあ他にも、えー、あそこにも読んだやつでミンガスの「負け犬のもとで」とかっていうのもあったりとかマイルス・デビスの「もっと細かいととかいっぱい結構本があるんですけどまあざーっと読んだだけなんでアルバートアイラーのね東京大学の授業とかそういうのも えー、一通りザザッと読みましたがもう一回読み直してみようと思います。そんなこんなでいろいろありますけどやっぱマイルズを主体に一回理解してから他のことに行くと結構分かりやすいんじゃないかなっていうのが僕の考え方ですね。でこういうのを読むとまあ音楽先入観で聴いちゃうんじゃないのっていうのもあると思うよしこれが絶対的に正しいと僕は思っていないんで、まあ、こういうのが好きな人は是非こうやって聴いていただければ。 まあクラシックでもね、えー、とリストとかショパンとかは明大音楽って言ってジョルジュ・サウンドとかこう文豪とかとも親しかったからこう文学ででやろうととしているることを音楽で表現するみたいなそうするとこの音は、まあ、要は車輪をイメージしているとかこの音は風車の音をイメージしているとかっていうのをやっぱ作ったりするじゃないですか、まあ、ベートーベンの田園がベートーベンが耳が聞こえなくなったからこう森に行った音を財布した音を組み合わせて作ったって言われてたりとかそうやって聞くと面白かったりとかするじゃないですか。これもしかしかたらあの 鳥の声かなとかね、なんかそういう風に思ったりします。でもそれをブラームスなんかは音はやっぱり響きだから、その音の美しさを追求するわけだってこれが何かを意味してるとかナンセンスだっていう人もいますね。だから本当のいい音楽っていうのはまあこういう前置きなかろうがパッって聞いた瞬間にズーンって胸に来るわけですから、まあそれはそれで楽しみつつでもこういう 音楽家が苦悩した上で、こうやって苦悩してこの曲ができたんだと思って聴くと、なんかそういうのが垣間聞こえたりとかして、深いんじゃないかなって僕は思ったりするということでございました。なので、えー、こういうのもし興味あればぜひ読んでみてくださいということでございました。以上です。ありがとうございました。